イスラエル空軍第117飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で最初に、ジェット戦闘機を運用した飛行隊である。このことから、別名として、ファーストジェットスコードロンとも呼ばれる。第117飛行隊は、ミーティア以降にも、イスラエル空軍が、ミラージュ3、イマイナス 16A、B、カイマイナス 16C、D を導入した際、これらの機種を最初に運用した。 飛行隊である第117飛行隊は、1953年6月に、ラマトダビド空軍基地で編成された。最初に2機の練習機型メーティア T7 が配備され、8月には、戦闘機型のメーティア開発が2機追加配備された。第117飛行隊編成当初のパイロットとして、P-51 リーマスタングの操縦で経験を積んだ。 第101飛行隊の要因が転属してきて対応した。1954年から1955年頃にかけてはスクランブル対応のため一時的に発掘力軍基地を拠点としていた時期もあった。1955年になるとイギリス空軍から放出された7機の写真偵察型ミ e ティア FR-9 が追加配備され、このうち2機はそのまま写真偵察機となり、 5機は、海八総統の戦闘機型として運用された。1955年9月1日、初王力予軍基地を離陸した2機のミーティアが、エジプト空軍のバンパイア2機と交戦し、これを撃墜した。この撃墜は、第一次中東戦争が終わった後の最初の撃墜記録となった。1956年の夏頃になると、第117飛行隊は、 飛行学校での高等訓練を担当する役割を担うようになった。また、大地攻撃も任務に含まれるようになり、第117飛行隊のミリティアはそれまでの無塗装に変わり、迷彩塗装が施されるようになった。同じ頃、第117飛行隊は24機の回マイナス 86E カナディアセーバーを運用する。 飛行隊に再編成する計画があったが、結局この機種は導入されず、計画は撤回された。1956年10月になると、第117飛行隊は、市内での作戦に備え、テルノフ空軍基地に移動した。10月29日の開戦の日、第117飛行隊のミーティア開発及び FR、FR-9 は、空挺部隊を乗せて、市内半島に侵入する。 DC-3、C-47 DC 輸送機のエスコートを行った。これ以降、第117飛行隊のミリティアは、エジプト軍の地上部隊に対する対地攻撃任務を行い、また少数の写真偵察任務にも従事した。第117飛行隊は、この戦争中に約70回の出撃を行い、損失はなかった。1957年には、 ベルギー空軍から放出された4機のミーティア T7.5 が追加配備された。この機体はミーティア T7 の機体に海8のビブを取り付けたものであった。1958年には第115飛行隊が解散し、写真偵察機として使用されていた T7 が第117飛行隊に移管された。第117飛行隊は1962年2月11日に 一旦解体された。練習機型のミーティア T7、T7.5 は、第110飛行隊に移管され、ボーテュール運用のための訓練用途に使用された。戦闘機型、偵察型のミーティア開発、FR-9 は、第107飛行隊に移管された。解体から2ヶ月後の1962年4月に、第117飛行隊は、ミラージュ・ファイクッチを運用する。 飛行隊として再編成された。第117飛行隊はイスラエル空軍,軍でミラージュ3を配備した最初の飛行隊となった。1967年6月の第3次中東戦争においては、第117飛行隊のミラージュ3は最初にエジプト軍基地への奇襲攻撃を行い、続いてシリア軍、ヨルダン軍の拠点への攻撃を行った。 第117飛行隊のミラージュ3は、この戦争で12機の敵航空機を撃墜し、3機を失った。消耗戦争期間には、エジプト軍、シリア軍の戦闘機との小競り合いが繰り返し発生しており、計9 7回の空中戦が行われ、イスラエル空軍全体で合計101機の敵航空機を撃墜している。この記録の多くは、ミラージュ3によるものであった。 そしてイスラエル空軍の損失はわずか5機であった。1971年5月からは IAI によって開発されたね、シェルの配備が始まり、ミラージュと並行して運用されるようになった。1973年の第4次中東戦争では、第117飛行隊は対シリア軍の作戦に従事し、55機のシリア空軍機を撃墜し、損失は1機のみであった。 第四次中東戦争の後、ミラージュ3に近代化改修が施された。これは、エンジン出力の強化、主翼のパイロニや空力特性改善などである。しかしながら1975年のクフィル C1 の配備開始、1976年の F-15、バズの導入開始により、ミラージュ3やネッシェルは、イスラエル空軍において2009任務に就くようになった。 1980年7月になると、第117飛行隊は22機の F-16A ネッツを運用する飛行隊として再編された。この時も、第117飛行隊はイスラエル空軍,軍で海 -16 を配備した最初の飛行隊であった。この年内に2機の複座が高い -16B も追加配備された。翌1981年4月には、 シリア軍のミマイナス8ヘリコプター2機を撃墜し、7月14日にはシリア軍のミグマイナス21戦闘機2機を撃墜した。いずれもレバノン領内での戦闘であった。1981年の6月7日にはイラクが建設中の原子炉に対する奇襲攻撃作戦が実施され、第117飛行隊と第110飛行隊からそれぞれパイロット4名。 海 -16A4 機が作戦に参加した。爆走した海 -16 の護衛を第133飛行隊の F-15A6 機が担当した。1982年6月4日には第117飛行隊の F-16 はレバノンの首都ベールートにあった PLO の弾薬庫攻撃に参加した。その後に行われた ガリラヤの平和作戦においても大規模に、作戦参加し、シリア空軍のミグ -21 やミグ -23 と交戦した。1986年の終わりから1987年に、かけて、第117飛行隊の F-16A、B は、23機の F-16C ブロック30、バラク、および1機の複座が高い -16D ブロック、 30ブラキットに更新された。そしてこの時にも、また、第117飛行隊は、イスラエル空軍,軍で、イマナス -16C、D を運用する最初の飛行隊となった。第117飛行隊が運用していたイマナス -16A、B は、ほぼ同じ時期に、同じく運用機種を、イマナス -16C ブロック30に更新した第110飛行隊の F-16A マイナス。16 A B と共に第140飛行隊及び第253飛行隊に移管された。ありがとうございます。